今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。産経新聞です。総務省消防庁によりますと各地で39度に達する危険な暑さが相次ぎました。7月22日から28日までの1週間に熱中症で病院に運ばれた人は全国で合わせて1万2666人で前の1週間よりも3500人余り多くなりました。1週間に熱中症で搬送された人が1万人超えたのは今年初めてです。このうち亡くなった方が23人、入院が必要な重症や中等症を合わせて4442人、軽症8068人でした。年齢別では65歳以上の高齢者が7279人と全体の6割弱を占めたほか、18歳以上65歳未満が4216人、7歳以上18歳未満が1116人、7歳未満が55人でした。都道府県別では東京都が1294人と最も多く、次いで大阪の952人、愛知841人、千葉県748人などとなっています。また場所別では住宅が4928人、次いで道路が2542人、屋外の競技場駐車場が1639人などとなっています。総務省消防庁は熱中症が急増し、例年の傾向と同じくピークを迎えつつある、エアコンを使ったりこまめに水分を取ったりしてもらいたい、体内の塩分のバランスが崩れると体温の調節機能が働かなくなるので、汗をかいたら梅干しや塩のタブレットなど塩分も取って熱中症への対策を取ってほしい、このように呼びかけています。やはり森永さん、場所別住宅が多いんですよね。そうですよね、部屋の中屋内です、やっぱりこう外に出るときっていうのは、皆さん熱中症に気をつけようってそれは思うじゃないですか、特にこれだけ日差しがもう痛いぐらい暑いと気をつけますけど、逆に住宅とかの中にいたりするとね、まあ、なんか家の中とかだったら熱中症にならないでしょって思いがちで、でもやっぱり実際熱中症になった人たち周りにもいるんですけど、やっぱ皆さん聞いてると熱中症に気をつけようっていう感覚じゃない時みんななってるんですよ。例えば何かに集中しちゃってて、で気づいたらもうクラクラしてて、もうそこからもうダメになっちゃったっていうのをよく聞くんですよ。だからよく僕とかがランニングしに行くねって言うと、妻から熱中症気をつけてねって言われるんですけど、熱中症気をつけようって思ってランニング行ってるんで、意外とそういう時って何もならないんですよ。大丈夫なんだ、逆になんか釣りしてたりとか、何かに集中しちゃってて熱中症っていうのが頭から消えてたりすると、なっちゃうっていう感じがしますよね。まあ、先ほどもあの高齢者が6割弱と言いましたけれど、これとその室内を組み合わせると、まあ昔からこのエアコンつける習慣がないだとか、あと暑さに関するこの感じ方が、まあ高齢あの年とともに少し鈍ってくるとも言われてるんですよね。まあ岸田総理7月もやってくれればなとかねこんなところでちょっと思ったりもしますけれど、やはりどこかでこの電気代も高いしなっていうのは正直働きますからね、頭のどこかで気にする方はいるでしょうと思いますね。このぐらいだったら大丈夫か、もっともっと夏本番はこの先だからね、今からつけてたらもう大変なことになっちゃうぞっていうような気持ちにもなりますしね。まあでもぜひ知っといてほしいなと思うのは、確かにそれはクーラーとかね、その冷房入れたらお金かかるとそれはそうなんですけど、ただ実際一日中冷房つけてる時にかかる電気代の方が、おそらく我慢して熱中症になっちゃった時にかかる治療費だなんだとか入院費だとかっていうのを考えると安いんで、まあ、そこはやっぱりこう節約したいみたいなのは今の状況を考えると気持ちはわかるんですけど、ただトータルで見ると変に我慢して熱中症で運ばれたみたいな方がお金かかるんで、そこはあんまりこう節約重視で我慢はしないでほしいなと思いますよね。これもエアコンにもよりますが、比較的新しいエアコンだったらね、その電気代もかからないわけで、まあ、30円とか50円とか、まあ、1時間そのくらいでいく、じゃあ50円だとして10時間つけても500円
ですよね、うん、まあ、それで今森永さん指摘のように、うん、もしなんかって病院行ったりだとか、そうですね、そういうことを考えたら、というふうに私も思うようにしました。まあ、あとはあれですよね、そのこまめに消した方がいいんじゃないかみたいな人もいますけど、はい、まあ、実際にはなんかこの一定のとこまで下げて、そっからはそんなに、はい、電気代かかんないってよく言うので、電気は立ちあのエアコンって立ち上げるときに電気代が一番食うので、ある程度でだから30分の外出だったらば、うん、つけっぱなしで行った方が安いみたいな、そんなデータもありますもんね。だから僕も最近は、子供とちょっとなんかコンビニになんか買いに行くみたいな、本当に5分ぐらいの時はいちいち消さずに、電気は消してますけど、クーラーはつけたまんまにして出てったりしてますね、そうですね、そういうこう正しい知識というか ね、お得な知識、それでまあ安心して、何よりも健康第一ですから。いや本当そう思いますよ、それお金も大事だけど、それを優先するがあまりね、倒れてしまって、健康じゃなくなっちゃったってなったら本末転倒なんでね。そうですね、まあ、でも今ラジオ機の方の中でやはりこのランニングもうずっとやり続けてるから、やらないと何か気持ち悪いんだよなっていう、まあね、森永さんもおやりになってる、これ水分とやっぱり塩分も取るんですか。僕はやっぱりあのタブレット売ってるんで、まあ、あれを舐めたりもしますけどね。そうですか、また気をつけなきゃいけないのは来月か、8月の末の試合の前は、意図的に僕の場合はもう塩分カットするんで。あ、塩分はカットなんですね。計量の3日前ぐらいからもう塩分は取らなくなるんで。塩分ってのはそれだけ何か影響があるってことですね。まあ、やっぱ水が出やすくなるんでカットした方が、それはでも僕の場合は意図的にやるから別に大丈夫なんですけど、多くの方はね、結構その そうなってるって思わずに、あの水だけ飲んで水分だけ摂取しちゃってっていうパターンもあると思うん で、ね、ですからよくね、その、まあ、汗をかく方は一つまみのお塩ちょっと入れて、そうですね、バランスよく、はい、まあ、そのことはした方がいいですね、はい。まあ、一番いいのはあの経口補水液っていうんですか。そうですね、あれがいいらしいですよね。なんかあれまずいっていう人結構いるんですけど、僕はあんまあれに対してまずいっていう印象がなくて、それはもしかしたら喉乾いてる時かもしれないですね。だいたい僕も計量終わると、まずあれ飲むんですけど、一番いいんじゃないですか、まあ、もしかすると計量後に飲んでるから、なんか普通の人より美味しく感じてるのかもしれないですね、もしかしたらあの汗かいた後のビールぐらいうまいんじゃないですかね。僕はお酒飲まないから、逆に計量後にあの経口補水液飲むと、多分お酒大好きな人は仕事後の一杯って、おそらくそういうね、多分こんな感じなんだろうなって、もっと欲しいぞっていう疑似体験してますね。そうですか、はい。まあ、くれぐれもでもラジオ機の方、熱中症には気をつけてください。あとそうだ、睡眠だとか栄養のバランス ね、このあたりも大事です、はい、お気をつけください。時刻8時15分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら。産経新聞、循環経済国家戦略に。政府は昨日、資源を再利用して有効活用する循環経済の促進に向けた関係閣僚会議の初会合を開催しました。循環経済を単なる環境対策ではなく、経済成長を同時に実現するための国家戦略と位置づけて、関係省庁で横断的に取り組みます。循環経済というのは、資源の循環によって社会課題の解決と経済成長の両立を図る概念のことです。資源の乏しい日本では、資源の海外依存を減らせるなど、経済安全保障の面からも注目されています。新しい資本主義を体現するものであり、国家戦略として取り組むべき政策課題だ。岸田総理は会合で循環経済の重要性を強調し、政策を抜本強化することが必要になると打ち出しました。具体的には、太陽光パネルについてはリサイクル義務化の仕組みを設け、早ければ来年の通常国会への関連法案提出を目指します。全国に設置された太陽光パネルが2030年代中盤に耐用年数を超え、大量の廃棄が想定されることに備えるものです。また自動車メーカーなど、製造業と廃棄物リサイクル業の連携促進や、環境循環ネットワーク拠点の構築支援なども進めます。
循環経済、環境対策に過ぎない印象を受けるという人もいるかと思うんですけれど、森永さん、このあたりいかがでしょうか。まあこれでも日本の抱えている課題であるとか、はい、まあ、世界中がこのコロナ禍であるとかウクライナ戦争で感じている課題として、まあ、まず日本古来の日本が持っている課題としてはまず資源が乏しいと、はい、でもう一個そのコロナ禍とかウクライナ戦争で出てきた国際的な課題っていうのはやっぱサプライチェーンを外部依存することは危ないんだっていう話があるわけですから、はい、まあ、そういう意味では環境対策というよりはやっぱ日本が固有で持っているリスクプラス国際的な流れっていうのを考えても、はい、まあ、この循環経済という発想は別に正しいなと僕は思いますし、あまり別に環境対策だけの話じゃないなと思うんですけど、はい、考えが正しいだけに非常に残念だなって思うのが、もし日本のこういうリスク、そして国際的な流れの中で環境経済、循環経済が必要なんだっていう話なんだとしたら、はい、じゃあ少し前に遡った時に、なんで国民にお金の負担させてまで、はい、太陽光発電とかですね、まあ、いわゆるフィットですよね、これやったのって話で、だって実際に太陽光パネルの耐用年数考えたら、はい、もう2030年ぐらいには、まあ、来るわけですよね。そうですね。で大量廃棄って話になった時に、じゃあそれってだ誰がやるんですかと、はい、誰が処理するんですか、どこに埋めるんですかみたいな話になるわけじゃないですか、ちゃんと処理できるのがそもそもって。そうです、そもそもね、そういう意味で言うとやはりこう、まあ、別にこれに限った話じゃないですけど非常にちぐはぐしているというか、やろうとしていることは正しいけれども、でもなんかそこに軸がある、そこにビジョンがあるんだったら、それを達成するための動きステップをちゃんと踏めてるのかっていうと、はい、真逆のステップを踏んだりしてるわけなんで、はい、まあ、このあたりがやっぱりその大きなビジョンを持ってリーダーシップ取れてないよねっていうふうに私なんかは思ってしまいますけどね、はい、そうですね。まあ、循環経済めぐっては政府は国内の関連ビジネスの市場規模が令和2年の50兆円から12年に80兆円、32年には120兆円に大きく成長すると試算しています。ヨーロッパで関連施策のこの整備が先行する中で日本で対応が遅れますと成長機会を失う懸念があると、産業競争力強化の観点からも政府が主導して包括的な取り組みを加速するということですね。まあこれだとヨーロッパに遅れてはいけませんということなんでしょうかね。まあ、というかこれだけね市場規模がでかくなるって予測を持ってるんであれば、はい、ね、どんどん国が投資をすべきですよね。だってそんだけ市場がでかくなるってことはそこに投資をすれば、はい、結果的には税収で返ってくるんだから、はい、その彼らがやりたい財政健全化みたいな話もつながるわけじゃないですか。なんでそういうことをしないで国民に負担をさせて、なんかフィットとかやってんのって話もありますし、やっぱりなんかどこ切り出してもちぐはぐだなっていう印象が拭えないですよね。はい、はい、以上ニュースピックアップでした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻8時21分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。ではワールドニュースピックアップです。こちら、読売新聞、アメリカ・フィリピン同盟強化で一致。アメリカとフィリピン両政府は昨日マニラで外務・防衛閣僚会合2プラス2を開きました。南シナ海で挑発行為を続ける中国を念頭に、フィリピン軍の装備の充実などのためにアメリカが5億ドル、およそ770億円を支払って、まあ、支援を行って同盟関係を強化していく方針で一致しています。南シナ海では最近フィリピンが実効支配しているアユンギン礁周辺で中国の海警局の船がフィリピンの船への放水衝突を繰り返し緊張が高まっています。まあ、この映像をご覧になった方もいらっしゃるかと思います。6月中旬には中国海警のですね船がフィリピン軍の船に衝突し、フィリピン兵が重傷を負ったという、まあ、そういうこともありました。アメリカブリンケン国務長官、会合終了後の共同記者会見で、アメリカとフィリピンの相互の防衛条約に基づくアメリカのフィリピンへの支援について、鉄壁な防衛関与を堅持すると述べました。
テオドロ氏は無法な外国からの侵略への抑止力を確立する上で非常に大きな後押しとなると支援への謝意を示しています。中国が周辺地域への威圧を強める中でアメリカにとってのフィリピンの戦略的重要性は増しています。フィリピン最北端の島と台湾の距離およそ100キロです、アメリカはですね、台湾有事に備える観点からもフィリピンとの関係を強化しているわけなんですが、2プラス2で、770億円のフィリピン軍の装備の充実などにアメリカが支援していくという、こういうニュースですね。まあ、そうですね、はい、やっぱりこの地図を見れば分かる通りで、はい、中国がまあ太平洋側に進出しようってなってきたときに、まあ、当然日本も台湾もそうですけども、まあ、その下の方に目を向ければ、はい、フィリピンだったり、まあ、もうちょっと下まで行けばインドネシアだったり、はい、いわゆるその ASEAN の地域との連携というのもアメリカから見たらすごい重要なわけですよね、はい、だそういう意味では、まあ、フィリピンの昨今ですね、そのたまたま中国の、あの海警と衝突するなんてこともありましたんで、はい、そうでした、はい、まあ、フィリピンからしてもやっぱこう中国の脅威、はい、を実感することが起きたばっかですし、アメリカからしても、まあ、直接アメリカ軍でどうっていうよりはアジア ASEAN 地域のところと連携して中国の進出を抑えたいっていう思惑が、はい、まあ、まさにちょうどタイミングとしても、まあ、一致したのかなっていう感じですよね、はい。で、まあ、今回のアメリカとフィリピン2プラス2の主なポイントですが、アメリカとフィリピン相互の防衛条約が南シナ海のあらゆる場所で軍、飛行機、航空機ですね、あと航船、船、いずれに対する武力攻撃にも適用される、この確認、あとフィリピン軍などの近代化のためにアメリカがお金を出しましょう、支援しましょう、そしてジーソミアですね、軍事情報の包括保護協定年内の締結を目指す、さらにサイバー協力の強化をしていきましょうと、こういうことですね。そうですね、最近はやっぱりこうサイバーの、ね、はい、アタックも非常に多くて、まあ、いわゆるハイブリッド型の戦争とかっていうふうに言われてますからね、このあたりも本当に実はアメリカフィリピンの話じゃなくて日本もね、そうですね、まあ、最近民間企業レベルでもサイバーアタックによって、顧客情報が流出したりなんてことはやっぱ起きてますから、まあ、このあたりの投資ですよね、はい、していかないと結局投資を渋るとその投資をしなかったことによって、はい、本来投資してりゃ済んだぐらいの額以上の被害が被害るということありますからね、はい、続いてはこちら、産経新聞、 X でハリス氏偽動画、マスク氏が拡散、実業家イーロン・マスク氏が自ら所有する SNS の X でアメリカの大統領選挙でバイデン大統領の後継候補となる見通しとなりましたハリス副大統領の偽の動画を拡散させ、 X の規約違反ではないかと批判の声が上がっています。問題になっているのは7月26日に保守系の YouTuber が投稿したとみられる動画です。ハリス副大統領の陣営が制作した選挙動画が加工され、ハリス氏そっくりの声で、私が選ばれたのは究極のダイバーシティ採用、私は女性で有色人種でもある、何か批判する人は性差別主義者であり人種差別主義者だなどとするナレーションが入っています。元の投稿に動画がパロディーだと書かれていますが、マスク氏は26日、この投稿にこれはすごいとだけコメントをつけて X で再投稿し拡散したといいます。 X の規約には合成や加工が施され、有害と思われるメディアを偽って共有してはならないなどと記されていまして、マスク氏の投稿はアメリカメディアなどから規約違反ではないかとする指摘が相次いでいます。一方、マスク氏はアメリカではパロディは合法だという趣旨の主張を投稿し、偽動画の投稿はそのままにしているといいます。すごいですね、これはこれでね。そうですね、まあ、実際にその X に限らずですけど、まあ、やっぱ SNS なんか見てみると、はい、まあ、今 AI の加工技術とかも本当に上がっているんで、はい、正直なんて言うんですかね、はい、わかんないんですよ、これが本物の映像なのかどうかもわからないレベルになってきていて、まあ、当然それをね、こう意図的に拡散するのはダメよっていうのは X の規約にも書いてあるわけですけど、はい、それを X の規約にオーナーマスクがやっちゃったっていうのはオーナーが違反したっていうね、ちょっと笑っちゃいけないのかもしれないですけど、
なんかまあでもイーロン・マスクだとやりそうだなと思ってしまいますけどね。はい。まあでもマスク氏はアメリカではパロディは合法だって言ってますからね。まあでも本当にこう我々自身もリテラシーを高めないとまずいなと思うのは、今後多分その戦争が起きたりとか、こういう大きな選挙があったりとかっていう時に、もうどんどんもう本物なんじゃないのって思うようなものがバンバン流れてくると思うんですよ。そういうものに対していちいち過剰反応してやっぱこれはいいとかこれは良くないみたいにこうなってると、どんどん先鋭化していくじゃないですか、ブレていく中で。だそこはやっぱ我々受け取り側もなんかちゃんと冷静に見る癖をつけたりとか、はい、これはどうなんだろうってまずはね、あとやっぱりこう一次情報に当たるってことですよね、はい、やっぱネットに流れてきちゃう情報ってどうしても加工されたりとか、バイアスがかかったりっていうのは絶対起きてしまうので、まあ、そこを冷静に判断するためにやっぱ一次情報に当たるっていうのが重要ですよね、はい、続いてはこちら、朝日新聞、アメリカマクドナルド5ドルセット好調。アメリカマクドナルドが6月にアメリカで導入した5ドルセットのメニューが好調だと言います。29日決算会見で幹部が低所得の人たちに人気だと明らかにしました。長引くインフレの影響もありまして、ファストフードを贅沢品と考える人が多くなっていて、他のアメリカの外食チェーンも手の届きやすい低価格メニューに力を入れています。マクドナルドが29日に発表した2024年4月から6月期の決算、6四半期1年半ぶりに売上高が減りました。大きな理由がインフレでアメリカなどで客足が鈍ったことと指摘されています。最高経営責任者 CEO はですね、会見で去年から特に低所得世帯の消費者の目が厳しくなっていると警告していた。今年もこうした圧力は深くなり拡大したと述べました。そして客足を戻そうとアメリカで始めたのが、マクドナルドが始めたのが5ドルのセットメニューです。鶏肉を使ったハンバーガーに S サイズのフライドポテト、チキンナゲット4個、そして飲み物。CEO はですね、特に一人で来店する低所得の消費者に人気だと明らかにしました。業績への影響についての明言、これは避けましたが、当初は7月までの予定だった5ドルのセット、8月も続けると言います。日本円で800円弱、日本のマックのですね、バリューセット並みということなんですがね、まあだって、高いってよく聞きますよね、アメリカのマックは。そうですね。まあ、マックに限らず、なんかアメリカでやっぱランチ食べると、ラーメン食べて、餃子つけたら3000円だった、4000円だったって聞きますから、まあ、そういう意味では800円ぐらいのものっていうのはね、低所得者向け。ただでも悲しいのが、低所得者向けって言うけど、日本だったら普通のバリューセットよりちょっと高いかなぐらいじゃないですか。そうです。それ辛いですよね。僕らからしたら普通の金額がアメリカで見たら低所得者向けかそれ以下なんだっていうところに、ちょっと賃金格差を見ますよね。はい。以上、ワールドニュースピックアップでした。時刻8時31分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。ではマーケット指標チェックいきましょう。7月31日水曜日午前8時31分現在の為替、1ドル152円62銭あたり、今61銭になりました、60銭になりました、このあたりですね、で推移をしています。日経平均株価、昨日の終わり値は38,525円95銭、前の日と比べて57円32銭高となりました。ニューヨークダウ平均は前の日と比べ203ドル40セント値を上げて47,443ドル33セントで取引を終えています。森永さん、1ドル152円台ですね、これね、かなり今為替も株の先物も動いていて、はい、やっぱり今日の日銀の動きがどうなるかと。はい、アメリカ市場はね、比較的株強かったんですけども、その後に出たマイクロソフトの決算でガクンと先物がアメリカ株落ちて、 それに引きずられる形で日本株落ちたんですけど、またじわじわと株の方は戻ってきてるっていう感じで、かなりちょっとこう
日銀待ち、うん、まあ、もちろん予測してみんな先に動いてますけど、はい、まあ、実際まだ分かんないですから、結構大きくその時に為替も動くかなっていう気がしますね。そうですか、はい、以上マーケット指標チェックでした。時刻8時35分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。毎日新聞からです。広瀬めぐみ自民党参議院議員が、公設秘書の給与を国から騙し取ったとした疑いがあるとして、東京地検特捜部が事務所などを捜索した事件、複数の事務所関係者が特捜部の任意の事情聴取に対し、公設秘書としての勤務実態がなかったという趣旨の説明をしていることが関係者への取材で分かりました。特捜部は広瀬議員本人からも事情を聞くなどして、不透明な資金の流れの実態解明を進めるものとみられます。東京地検特捜部、昨日参議院岩手選挙区選出の広瀬めぐみ議員が、一昨年から去年にかけて公設第二秘書として届け出ていた公設第一秘書の妻に勤務実態がなく国から給与を騙し取っていた疑いがあるとして、議員会館にある広瀬議員の事務所、盛岡市にある地元の事務所、それに都内の自宅を捜索しました。広瀬議員、強制捜査の後自民党を離党しています。でこの事件で特捜部の任意の事情聴取に対し、複数の事務所関係者がこの女性には公設秘書としての勤務実態がなかったという趣旨の説明をしていることが関係者への取材で分かりました。国から騙し取った給与は数百万円に上り、その資金が広瀬議員に渡っていた疑いがあるということで、特捜部は捜索で押収した資料を分析するとともに、広瀬議員本人から事情を聞くなどして、不透明な資金の流れの実態解明をするもの、進めるものとみられます。広瀬議員は給与秘書のこのですね、給与をめぐる疑惑について週刊誌で報じられた今年3月、事実無根であり、しっかりとした勤務実態を持って働いていたなどと反論をしていました。うん、広瀬議員は弁護士なんですよ ねえ、なんかあれですね、はい、エッフェル塔かなんかの視察で、はい、視察っていうか、 なんか写真撮って炎上してて、はい、ああエッフェル姉さんですよね。ですか。しかもなんかその後になんか不倫かなんかの報道も、週刊誌の外国人男性と、ね、赤いベンツでどうのこうのみたいな、そうです、不倫関係にあることを、でその時にも公設秘書の給与をめぐる疑惑っていうのも、まあ、あったんですけどもね。だからエッフェル姉さんで赤いベンツで今回の件で、そうなんですね。で不倫関係は認めたんですよ。で謝ってるんですけど、まあ、この公設秘書の給与をめぐるものは突っぱねた、まあ、もう3アウトチェンジって。いや本当そう、いや何より弁護士ってだって法律に携わる方ですから、そうですよね、誰よりも厳しくあってもらいたいもんなんですけどもね。ですし、そんな逆に、まあ、全然いいとは思わないですけど、はい、弁護士なんだったら、はい、それこそ悪いことしようと思ったらね、はい、後で何かあった時に、何とでも反論できるようなうまいやり方をするもんかとは思ったら、そうでもないっていうですね。森永さん曰く3アウトチェンジ、はい、こんな感じですね、はい、時刻8時39分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。さて何かと関心がありますパリオリンピックですが、大会6日目、体操男子の橋本大輝選手が個人総合の決勝に登場します。2大会連続の金メダル獲得を目指すと言います。また柔道では女子70キロ級の新添沙希選手、そして男子90キロ級の村尾三四郎選手が登場するということですね。初出場の2人が金メダルを狙う。女子サッカーグループステージ第3戦を実施、日本女子代表なでしこジャパン、ナイジェリア代表と対戦します。ナイジェリア戦で引き分け以上ですとグループステージ突破が確実という、まあ、こういう状況ですね。男子バレーボール日本代表はアルゼンチンと対戦ですね、まあ、ドイツ負けましたね、ドイツ戦はね、ここはなんとか勝ってもらって、
そうですね、そして次に駒をぜひとも進めてもらいたいですね、うん、目指すはメダルですからね。そして卓球男子シングルス2回戦に注目の張本智和選手、女子シングルス2回戦に平野美宇選手、早田ひな選手が挑むということですが、うん、森永さん、注目の試合は何かありますか？そうですね、やっぱ卓球かなって思っていて、はい、まあ、僕高校は柔道部だったんですけど、中学校卓球部なんですよ。いろいろやってたんですね。そうそう、だから唯一っていうか数少ないルールが分かるスポーツが、はい、柔道卓球なので、これは今夜見逃せないなと思います、ね。森永さんがやってた時と卓球のルールってのはあんまり変わってないですか？変わった気がしますね。もうだって二十何年前ですから、なんか点数とかも変わった気がします。結構変わってるんですよ、いろいろね。だから柔道も変わったし、あ、そうか、昔あんなゴールデンスコアみたいなのなかった気がするんですけどね。あ、そうですよね、と思いますけどね、はい。あとね、そのルールって言えばね、何か日本選手が勝つとどんどんルールが変わってくるっていうね。なんかスキージャンプなんかいい例ですけど、そうですよ、日本が強いとすぐ不利な方にルール改正されちゃって、はい、まあ、それでもね、結局やっぱそれに苦しむ瞬間はあれど、はい、やっぱ1大会2大会減るとまた日本勢が ね、強くなるから、ちゃんと順応してきますからね。すごいなって思いますよね、その適応能力というか。はい、まあ、いろいろこれからもメダル目指して頑張って選手はね行くんでしょうけどもね。いや、でも本当に今大会もそうですけど、はい、まさかっていう選手が早々に敗れて消えてしまうこともあれば、はい、もう逆転っていうのもあるし、やっぱいいですね。やっぱりこの団体戦となるとね、まさか選手がっていうミスをしたけれど他の選手が盛り返していく、これがまた感動ですよね。そうですね、やっぱこの日に向けて頑張ってきたわけですからね。そうですもんね、はい、森永さん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。